みなさん、こんにちは。吉松いくみです。今回も始まりましたよ、いくみずボイスの時間です。いくみずボイスは文字通り、さまざまなトピックをラジオ風に語るチャンネルです。ぜひ何かしながらいくみずボイスを皆さんのお供にしていただけたら幸いです。さて、今回はペンネームうまたれさんからのリクエストテーマでお届けします。いくみずボイス希望のテーマ、ワンコの病院情報が知りたいです。ワクチンとか狂犬病とか考え方、日本と違うのかしら。はい、ということでした。なので今回はアメリカのペット事情についてお届けします。このペンネームうまたれさん、かわいい柴犬2匹お持ちでらっしゃるんですよね。柴犬はアメリカでもね、とっても人気の高いワンちゃんなんですよ。ドッグランとか行くと柴犬は必ずいます。あの柴犬ってね、言ってるアメリカ人よくいます。あの犬までね、英語で言っちゃうんだって思うんですけど、いろいろ海外にいるとペット事情もね、日本と違うなと思うことがあるので紹介していきます。まずは明らかに日本と違うのは、日本みたいにペット屋さんがないということ。そうなんです。アメリカの場合は結構な、もうほとんどの人が保護犬や保護猫ちゃんを引き取って飼うというのが主流です。インターネットにもね、いっぱいサイトがあって、自分の住んでる近くの保護犬サイトなどをチェックして、実際に見に行って、まあ、ワンちゃんとの相性を見たりして引き取るという形が多いです。日本みたいにね、ペット屋さんに行ったら可愛いワンちゃんたちが透明のケースに入ってお出迎えするということは、アメリカでは法的に禁止されています。はい、違いますよね。もう法律でダメなんです、アメリカ。あと大型犬の数が圧倒的に多いのもアメリカです。まあ、土地が大きい分ね、大型犬飼いやすい環境でもあります。日本はね、小さいワンちゃんをベビーカーに入れてお散歩っていう光景珍しくないんですが、アメリカは大型犬の代表でもある、まあ、グレートデンとかセントバーナードとかバーニーズ、ニューフィンランドとかもよく見かけます。もうすっごい可愛いです。なんでもね、アメリカ大きいんですよね。私も実はワンちゃん飼ってるんですが、ね、皆さんにバディバディと親しんでもらって、はい、嬉しい限りです。バディさんは大型犬よりもさらに一回り大きい超大型犬の部類に入るので、みんなからもうリトルホース、なんかもう小さい馬だねなんて言われます。お洋服もね、 XXL とかじゃなくて X が多分4つか5つぐらいついているサイズしか入りません。病院に関してもやっぱり人間同様に、アメリカは動物病院の費用もものすごく高いです。保険も個人で飼い主が個々に入るのが基本なんですが、狂犬病のワクチンは3年に1回でアメリカは OK です。またバディさんの場合は、日本にもね、連れて帰る機会があるので、日本基準でワクチンを打ってもらうようにしています。日本はね、狂犬病、年に1回ですよね。あと、そうですね、ペットの死に対する考え方も少し違うなと感じています。実は私はバディさんの前の犬をアメリカで亡くしています。彼はもう末期がんで、お医者さんからはもう数ヶ月でしょうと言われていたところ、まあ、なんとね、それから頑張ってくれて1年も長生きしてそばにいてくれました。ただ最後はね、ご飯もね、喉を通らなくなってああもうやだ大好物のチキンを買って湯がいて食べさせて、まあ自分では歩けるんですが、なんだかこうもうよちよちなってきて、まあ私はまあすごい痩せてきて、そんなつもりはなかったんですが、まあ病院にねチェックしてもらうつもりで行ったら、まあ獣医師さんからあーもうやだ泣いちゃう、もう行かせてあげた方がいいと、言われて、そのまま、まあ、眠るように天国へ行っちゃったというか、行かせたんですよね。でも正直、私はまだ、彼は頑張ったらまだ生きてられるんじゃないか、
という感覚ではあったんですよね。確かにもう末期がんで呼吸も辛そうだった、ご飯も食べれない、よちよち歩いてすごい痩せてたし、でも日本って、まあ日本って結構ねギリギリまでって言ったらあれですけど、もう お締めしたりとか、まあできる限りのことはやってギリギリまで生かすのが、まあ日本のやり方じゃないけど、そういうイメージが私はあるんですね。でもアメリカってそれはもう一緒にいたいっていう飼い主のエゴだよじゃないけど、もう苦しい、もう痛いのはワンちゃんで、どう治療しても改善する余地のない、まあ、末期がんだったりとか、もう手の施しようがない、この彼を何かやってあげても苦しいし痛いし、その状況が良くならないって獣医師さんが判断した場合は、もう本当に冷たいっていうわけではないんですけど、現実的にもうワンちゃんを一番に考えて、スッともう安楽死を選択するという、かなりねリアリスティックな即決獣医師さんが多いイメージがあります。はい、なのでそこもアメリカと日本ってちょっと違うのかなと思ったりもしました。はい、なんかねもうやっぱりちょっと思い出すだけでももうなんか喋れないぐらいうるうる来ちゃうんですけど、やっぱりそうですよね、皆さん猫ちゃんとかワンちゃんとかそれ以外にもペットっていると思うんですけど、もうペットじゃなくてね家族の一員なんで、いつかそういう日が来ると分かっていても未だに思い出すと涙なしには語れないはい、でもねバディさんもその先輩のあれを背負って生きているんでしょうかはい、ちょっとしんみりなったイクミズボイスですが、皆さんペットは飼っていらっしゃいますか？もしねワンちゃんと猫以外に飼うんだったらそれはどんなペットですか？ぜひコメント欄に書いてくださいね私はワンちゃん猫ちゃん以外に欲しいペットはカワウソですそれでは短いお時間でしたが、お付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をして皆さんもイクミンの一員になってください。あとテーマもね随時募集しております。何か話してほしいテーマがありましたらコメントそしてメッセージをお待ちしております。それでは皆さん今日も笑顔あふれる一日をお過ごしください。 See you soon. Have a nice day. Bye bye.